ソードオブフォートレスはね、ガチでね、俺クリア、リスナーで、その、ソードオブフォートレスを今からやってクリアできた人いたら、ゲーミング PC 買ってあげるわ。先着1名で。あのゲームを1週間以内にクリアできたら。いや、今、おとか、マジとか、言ったなみたいな。言ってる人、マジで、ソードオブフォートレスが、どれだけ鬼畜ゲーか、分かってないでしょ。君たち、ソードオブフォートレスっていうゲームを何たるかを理解しないから、言ってるんよ。ちなみに、専用機を買わん、PS4 を、新しく1台買わないと、数千時間は、他のゲーム遊べなくなるから、Apex とか一生できなくなるから、1日って24時間でしょ ?1 週間フルで寝なくてもクリアできないですね。なんか自分の HP とか敵の HP とか全部見えなくて UI が本当に死んでて、そんな中、その広大なマップをただひたすら走って、ボスが現れて、で、そのボスを倒して、また広大な大地をその走りまくって、道中敵とか雑魚とか一切ないんだけど、ボスにたどり着いたと思ったら、最初の1体目はまあ普通に倒せるんだけど、どん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 あの HP が倍になっていくんだよね。で、十何体倒さなきゃいけなくて、5体目とか6体目のボスをノーミスでずっと攻撃をし続けて倒したとしても、マジで数時間とか数十時間かかって、最終的に最後のボスを倒すのに、ノーミスで数百時間を攻撃当て続けないといけないっていう。しかも途中で、ポーズ画面とか、一時停止とかがないんで、一番最後600時間だっけ?一番最後、何百時間かかるんだっけ?ずっと攻撃を当て続けて、数百時間かかって、で、ボスの攻撃は一発当たったら一撃死です。一撃で死にます。で、一回でもミスって攻撃受けちゃったら、一番最初からです。セーブポイントもないです。頭悪いですよ。途中から3、4体目くらいからボスの見た目変わんないんだよね。ずっと骸骨っていう。超手抜き。ずーっと同じ敵をひたすら弓でチク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 撃って数百時間チク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 でやっと倒したと思ったら今度その次倍の時間かかるボスが出てくるからね。全く同じ見た目で100時間かかってやっと倒した4日5日かかってようやく倒したぞうわーって思ったら今度10日かけて倒さないといけない全く同じ姿したボスが出てきてまた10日間ずっと同じでしかもこれ何がやばいってその弓を撃つのにターゲットをして撃つんですけど弓を撃ってるとターゲットが時々外れるんですよだから連射コンみたいな感じでマクロを組んでなんかずっと撃ってると知らない間にターゲットが外れて死ぬってことがあるんでずっと画面を見とかないといけないんですよだから放置っていうのができなくて定期的に自分の手で攻撃をしてターゲット外れてないかっていうのを確認しなきゃいけない結構な確率でちなみにターゲットは外れてその攻撃を当てたら反動で相手がたまに前に吹っ飛んでくるんでそれで攻撃受けたら死にますで攻撃避けたと思っても攻撃終わった後に攻撃判定が残ってて何もないところにぶつかって死にもします剣振り終えるじゃんで何もない空間が生まれるじゃんそこに体がちょっとでも触れると死にますゴミそんなソードオブフォートレスというゲームがありますので皆さんもしよかったらプレイしてみてはいかがでしょうかただ単にすごい時間が無駄になるゲームですね史上最悪のクソゲーって言われてますみんなに見せてあげたいけど YouTube で検索したら出てくるんではい800円かかります高いですあのゲームに800円かけるんだったら間違いなくデザートとかなんかケーキとかなんかお菓子とかお弁当を買った方がいいです。新手の拷問やね。